信ないかな。Thank you.
Thank you.
ってて。ここでお昼寝してみたいな。えい、えい。邪魔しないで。よし、どんどん行こう。トラベリンコメント。次はどうしよう。終わらせよう。よし、どんどん行こう。魔法を出すよ。戦闘開始。次はどうしよう。的な景色。ありがとう。
この水、どこから流れてきてるのかな？えい！邪魔しないで。どうしよう。連続パンチ！どうしよう。楽勝だったね。やっ、えい、邪魔しないで。
やったね。お疲れ。気をつけていこう。どうしよう。待ってて。次はどうしよう。みんなを助けて。何をしようかな。このくらい当然だよ。お疲れ様。ライムに任せて。ライどうかな。Thank you.
原種、それにコモンか。冷静になってみるととんでもないことを引き受けちゃったのかもしれない。私、あんな化け物とこれからも戦えるの？特別な理由もなく戦っていけるの？はぁ、考えたって仕方のないことだって分かってるけど。ひなちゃん、まだ悩んでるみたい。何か元気になるようなことを言ってあげた方がいいかな。今ライムたちが出て行っても逆効果だと思うよ。でもひなちゃんが悩んでるのに何もしないなんてできないよ。ライムだってそう思うけど、一人になりたい時だってあるでしょ。それはそうだけど。ユズっておせっかい焼きだよね。うん、そういえばこのクラスにはもう一人すごいおせっかい焼きがいたっけ。白井、お昼食べないの？え？あ、もしかしてまだ顔と名前一致してない？あたいは成宮圭、よろしくね。はあ、それで何か用ですか？用っていうかさ、白井、もしかして一緒にご飯食べる友達がいないのかなって思って。ほら、白井って初登校の時期がみんなとずれてたでしょ。グループが出来上がってるところには声をかけづらいよね。だから白井のお弁当相手に立候補しに来たってわけ。そう。でもごめん、今日は先約があるから。ありゃ、そうなんだ。残念、タイミング悪かったか。白井、元気なさそうだったからちょっと心配だったんだよね。でも話し相手がいるなら安心かな。うん、ごめんね、心配かけて。いいよいいよ、あたいが難しい顔してる人を見つけると黙っていられないってたちなだけだからさ。話すだけですっきりすることだってあるんだから、悩み事があるなら遠慮なく相談して。うん、じゃあ私これで。うん、友達によろしく。それじゃあ今日はここまで。ねえ白井、今ちょっといい？え、何？さっきはいきなりでごめんね。親しくない人間に話しかけられてびっくりしたよね。あのあとあたいも友達に言われちゃってさ、ごめんね。もっと白井のこと考えるべきだったよ。いや、そんな。まずはあたいと白井が親しい関係になるところから始めなきゃね。え？白井だってみんなと話したいでしょ。あたいってほら、それなりに友達多いしさ、紹介もできるし、そしたら白井ももっとクラスに馴染めるんじゃないかな。気持ちは嬉しいけど、そんなに構ってくれなくても。そんなわけにはいかないよ。元気がないクラスメートを放っておくなんてあたいにはできない。だから、そう、うん、まずは自己紹介からだよね。あたいの名前は成宮圭、バスケ部所属で、好きなものはバスケに限らずスポーツ全般。白井は体を動かすの好き？普通。そっか、白井ちょっと運動苦手そうだもんね。普通だって言ったじゃん。
なんで苦手なことにされてるの？で、逆に嫌いなものは、ちまちました細かい作業かな。そんなに器用じゃないからさ。それから好きな食べ物は、何なのこの人。さっきから自分勝手に絡んできて。嫌い？大体私は嫌い。またぼーっと考え込んでたよ。体調が悪いなら保健室に連れて行くけど。別に大丈夫だよ。それならいいけど。あ、白井、待って。何？さっき友達を紹介するって言ったでしょ。今はいいよ。でもさ、友達作るなら早い方が。いいって言ってるじゃない、うん、私のことは放っておいて。悩んでるってわかるなら悩ませてよ。誰もが手を差し伸べてほしいわけじゃないってあなたにはわからないの？話してって言うけど、あなたに話したって解決できない悩みなの。ひなちゃん！ゆず、追いかけよ。ひなちゃん、大丈夫？ありがとう。でも、大丈夫。成宮さん、ちょっといいかな？Kでいいよ。うん。じゃあ、Kー。昨日は、ごめん。はい？個人的な問題なのに。気を使ってくれたのに、八つ当たりしちゃって。なんだ、そのことか。なんだって、あんなに当たり散らしたのに。あんなことであたいは折れないって。それにね、白井が怒るのもわかるよ。人に言えない悩みを抱えている時に、あんなにしつこく迫られたら怒るよね。友達にもまた注意されちゃった。だから白井の相談役はきっぱりと諦める。その代わりに白井、あたいと一緒にスポーツしよう。は？スポーツ？なんでそうなるの？思いっきり体を動かせば大抵の悩み事は吹き飛ぶからね。相談役にはなれないけど、気持ちを楽にすることはあたいにだってできる。白井、あんまりスポーツ得意そうじゃないし、あたいがいろいろ教えてあげるよ。私、これでも体の動きと体力には自信があるんだけど。そうは見えないけど。成宮さん。お、西田？どうしたの？ひな子ちゃんは今はちょっと休んでるけど、
子供の頃からずっとバレエをやってたんだよ。それはもうすごかったんだから。ちょっと幼い、そのことは。意外、その身長でポジションどこ？身長、ポジション、バレーボールでしょ。バレーだよ、踊る方。サラサちゃんの時大騒ぎだったのに間違える？その時ちょうどケイちゃんいなかったような。バカにしてるの？ごめんごめん、そんなつもりはなかったんだけど。でも白井の怒りもよくわかった。よし、じゃあスポーツで勝負しよう。は？どうしてそうなるの？その人間がどれだけ努力してきたかなんてのは、体の動きを見たらすぐにわかるからね。いいよ、そこまで言うなら勝負する。せっかくだし勝負に条件をつけよっか。その方が燃えるからね。乗った。私が勝ったらどうしよう。今考えなくていいよ。何でも一つ言うことを聞いてあげる。代わりにあたいが勝ったら、白井はもうちょっとクラスに溶け込む努力をしてもらうよ。いいよ、絶対に負けないから。あたいだって本気で勝ちに行くからね。勝負する競技は白井が決めていいよ。それくらいのハンデはないとね。その言葉、絶対に後悔させるから。ひなちゃん楽しそうだね。ムキになってるだけのような気もするけど、でも考え込んで元気ないよりもずっといいよ。うん、そうだね。今回の勝負、絶対に負けられない。ああ、ひなちゃん気合入ってるね。大事なものをあんな風に言われたら、ライムでも同じ反応するよ。ひなちゃん、勝負の種目はどうする気？種目か、どうしようか。せっかく選ばせてくれるんだから、ひなちゃんに有利な種目にしようよ。うん、最低限足の負担が少ない競技にしないとね。そうなると球技とか陸上競技は難しいかな。球技って時点で相手に分があるよね。バスケ部だし。球技、陸上競技を除くと選択肢ほとんどなくならない？格闘技とか？本当に戦ってどうするのよ。リフレクターになれば余裕だよ。ダメ。ごめんごめん、冗談だよ。あ、そういえば明日プールの授業あるよね。水泳ね。なるほど。うん、それなら公平かも。ひなちゃん、水泳得意なの？苦手ではないかな。リハビリでは泳いだり水中を歩いたりしてるし。じゃあ決まりだね。そういえばひなちゃん、勝ったら何をお願いするの？トレーニングを手伝ってもらうとか？それはまだ考えてない。ライム、これは勝負することに意味があるんだよ。そうなの？そうなの。でもひなちゃん、クラスのみんなと仲良くするのは嫌なの？うん、売り言葉に買い言葉になっただけ。そっか。それじゃあ私はケイに伝えるから先に戻るよ。
ライムに。何かするかな。お疲れ。ライムに。白井、調子はどう？絶好調だよ。稽古こそ大丈夫なの？もちろん絶好調。勝負の日にコンディションが整ってないのは相手に失礼だからね。お互い言い訳できないくらい調子は良さそうだね。調子良くなかったら降りるつもりだった？まさか。それでこそ。始まる前から火花散ってるね。やる気十分だね。はーい、皆さん、まずは準備体操をしてください。よし。うわ、何それ、白いタコみたい。はあ、やっぱりひなこちゃんはすごいな。何？柔軟は基本でしょ。ほほー、どうやら運動ができるっていうのは本当みたいだね。ふふふ、どうだ。どうしてユズが得意げなの？柔軟に集中してるひなちゃんの心を代弁したの。あなたたちも柔軟しなさい。すみません。よし、みんな上がったし、そろそろ勝負を始めようか。いつでもいいよ、私は準備万端だから。いよいよだね。私がドキドキしてきたよ。ルールを確認するよ。
50メートルターンの時に5秒以上の差をつけた方が勝ち。オッケー。大丈夫だよ。あれ、50メートルの競泳じゃないんだ。うんうん、ちょっと特殊なルールかもね。僅差だとどっちが勝ったか分かりづらいからね。ということは同じくらいの実力だったら持久力勝負か。お昼休みなくなっちゃわない？それじゃあ始めるよ。審判は、決めてなかったね。西田、お願い。私タイム見てればいいの？ライムたちも手伝うよ。あれ、白井飛び込み苦手？まあそんなとこ。そっか、ひなちゃん、これは不利になっちゃうね。これで言い訳は成立しないと。絶対に負けない。あたいこそ正々堂々いい勝負しようね。それじゃあ行くよ。スタート。ひなちゃん頑張れ。頑張れひなこちゃん。審判は平等じゃないといけないんだよね。どっちも頑張れ。ケイ本気だ。だったら私も本気で答えなきゃ。差が縮まらない。水泳部ほどじゃないけど、やっぱりケイも運動部だよね。勝負どころを見極めないと。ここじゃ勝負したくなかった。 K の心理を読むなら持久戦を仕掛けてくるつもりかな。どうする、次で勝負に出る。でも引き離されないので精一杯なのに、どうすればいいんだろう。持久戦に応じて勝機を伺う。指輪が光った。ひなちゃん来るよ。ひなちゃん、どうして顧問に？合流できたね。ユズ、ライム、どうして？一体何が？まさかケイが暴走を？ううん、暴走してはいないみたいだよ。え、でもそれじゃあどうして？わからないけど、多分ひなちゃんが無意識に指輪の力を使っちゃったのか、もしくはケイちゃんの感情と共鳴したのか。つまり放っておいても大丈夫ってこと？絶対に安全というわけじゃないけどね。でもせっかく来たんだし、ついでにフラグメント探してみない？安全な時に取るのが一番だと思うし。だけど勝負が。現実の時間は動いてないから大丈夫だよ。それともひなちゃんすぐ勝負に戻りたい？ううん、大丈夫。探しに行こうか。落ち着いて、気持ちを途切れさせないように。はっ、えい、始めよう。
を貯めて。何をしようかな。攻撃開始。早く次に行こう。ライムたちは負けない。負けない。一気に行くよ。頑張っていこう。これならどうかな。攻撃。早く次に行こう。これなら大丈夫そうだね。頑張っていこう。負けない。一気に行くよ。どうしよう。
どうしよう。暴走してない時に来ることになるなんて。これが K のフラグメント。ひなちゃん、お願いできる？うん、わかった。楽しい。白井、運動できるって本当だったんだ。すごいよ、全く引き離せない。白井、出方を伺ってるのかな。正直あたいは今が全力だから、これ以上スピードを上げられたらきつい。勝機があるとしたら持久戦に持ち込むくらい。 K も本気だったんだ。もし白井がまだ余力を残してたら勝てないかも。でもあたいは最後の最後まで、全てを出し切るまで絶対に諦めないよ。だってこんな楽しい勝負なかなかできないんだから、最後までやらないともったいない。K、私と全く同じこと考えてる。私もその気持ちわかる。 K と勝負してどうやって勝とうか必死だった。これって純粋に勝負を楽しんでいたってことだよね。そういえばこの気持ち懐かしい。バレエをやっていた時も楽しくて楽しくて、いつも全力で最後まで踊っていた。私が心から求めている世界はやっぱりバレエなんだ。戦う理由か。もうそんなの決まってるよね。取り戻すために。二人ともすごいよね。あれだけ泳いで結局勝負がつかないなんて。
人の体力ってこんなに続くんだね。やっぱりひなこちゃんはすごい。やるねー白井。ケイもさすが運動部だよ。自信あったんだけどな。あたいだって絶対に勝てるって思ってたんだけどね。勝負中ずーっとお互いに同じこと思ってたよね。お？どういうこと？うん、今のは気にしないで。ん？わかった。さて、白井には一つ謝っておかなきゃね。謝るって？運動できないなんて言って、ほんとごめん！もう気にしてないよ。ありがとう。そういえばさ、白井の指輪って何か仕掛けがあったりする？え？どうして？泳いでる途中に光った気がしたんだよ。それは、気のせいだよ、多分。まあ、そうだよね。ごめんごめん、忘れて。さてさて、結局、今回は決着つかなかったわけだけど、勝負はどうしようか。やっぱりここは、別の種目で再戦かな？水泳以外だと勝負にならないから、パスで。すごく有意義な時間を過ごせた気がするな。やっぱりスポーツはいいよね。心で語り合うならスポーツが一番だよ。今ならそれもわからなくもないかな。うんうん、やっぱり白井とはいい友達になれそうだよ。もうひなちゃん焼けちゃうな。ゆず、いきなり抱きつかないで。ゆず、重いって。失礼な。ひなちゃんはそんなこと言わないよ。ということで、ひなちゃん、あとはよろしくね。え、これ、指輪？白井、どうしたの？なんでもない。ケイ、実は渡したいものがあるんだけど。お、何かくれるの？うん、この指輪もらってくれない？おお、これって白井たちがつけてるのと同じやつだよね。うん、友情の証みたいなものかな。おお、ありがとう。大事にするよ。っていうか、もうずっとつけておくよ。そうしてくれると嬉しいかな。さてさて、ひなちゃんと友達ということは、ケイちゃんとゆずたちも友達ってことだよね。え、何その理論。うん、みんな友達になろう。友達は多い方がいいよね。よし、友情の証にみんなで走ろう。夕日に向かって。それは嫌。ライムも疲れるのは嫌だな。だいたいまだお昼だし、早くご飯食べたいし。みんなもっと体を動かそうよ。これから大変そうだな。雨か。
今日はどうしよう。怒りのマグマ
すごいエネルギーだね。それ。どうしよう、ちょっと考えてみよう。うまく使えるかな。こんな感じかな。うまく使えるかな。ちょっと考えてみよう。Thank you.
丈夫？ありがとう。どうしよう。へい！あ、ごめん。負けない。行くよ。
わけでそう。ちょっと考えてみよう。こんな感じかな。うまく使えるかな。ちょっと考えてみよう。
ってて。水の中にも魔物が？よしない。
ごい量の水。次もよろしく。ライムに任せて。どうかした？何回か顧問に行ったけど、まだ全然実感が湧かない。けど、またバレエを踊るために、絶対諦めたくない。フラグメントを集めて、原種を倒して、元の生活を取り戻す。でも、まずは文化祭をどうにかしないと。はぁ。二人は、まだ来てないか。今朝は大したニュースもないな。ん？またこのロック歌手、全国ツアーするんだ。すごいな。もう結構な年のはずなのに。服装や髪型もド派手だし。二人が来たら、聞いてみよう。何？あなた、魔法少女でしょ？え？それとも宇宙刑事？はたまた異世界から来たエージェントってやつ？なんなの突然。っていうか、あなた、一体誰？あ、そういえばまだ話したことなかったっけ？私は一ノ瀬亜子、放送部なの。放送部？この学校に関する事件を調べて記事にしてるの。話が全然見えないんだけど、その放送部さんがなんで私に？時期外れの転校生、謎めいた雰囲気の人間関係、私のジャーナリストとしての勘が告げてるの。これはどこかの国のエージェントか異星人、あるいは変身ヒーローだって。私、転校生じゃないよ。え？事情があって最近まで登校できてなかっただけで、最初からこの学校に入学してたよ。そんな、せっかくネタになると思ったのに。なんかごめん。でもどうしてそんな突拍子もないことを考えたの？私が、その、魔法少女だなんて。うん、それは、白井ちゃんの隣にいる二人のせいだよ。ユズとライムのこと？うん。あの二人、いつからいたのか、全くわからないんだよね。え？最初からいたんじゃないの？少なくとも、入学式の写真には写ってないんだよ。なのに、いつの間にか当たり前のようにクラスにいて。怪しいでしょ？そうだね。ねえ、
一緒にあの二人のことを調べてみようよ。え、なんで私が？だって白井ちゃん放課後とか結構あの二人と一緒にいるし、クラスの隣人が素性不明とか気にならない？それは、まあ。よし決まり！じゃあ一緒に探っていこう！おはよう！じゃあよろしくね。おはよう、ひなちゃん。あっちゃんとお話なんて珍しいね。というか、初めてじゃない？何かあったの？別に大したことじゃないよ。ふーん。ひなちゃん。どうしたの？さっきからこっちをチラチラ見て。なんでもないよ。うん。あそこは確か演劇系の本棚だったはず。なんでそんなところ調べてるのかな。はっ、まさかどんな場所にでも自然に溶け込めるように。多分文化祭の出し物を調べてるんじゃない？うん、そういえば二人とも実行委員だったね。はぁ、昼休みも収穫なしか。別に何もなかったね。結局何もわからないままか。特に隠し事はないってことなんじゃ。いやいや、あの二人は絶対に何か隠してる。私は諦めないから。ひなちゃん、ひなちゃん、どうしたの？何かフラグメントの手がかりでも見つけた？ううん、実は今日ゆずたち用事があって帰らなきゃいけないの。だから一緒に活動できないの、ごめんね。そっか、わかった。じゃあまた明日ね。うん、また明日。バイバーイ。今日は私も帰るか。白井ちゃん。な、何？チャンスだよ、二人の後をつけてみよう。え、また？今日散々調べたじゃん。もういいんじゃない？けど、あの二人が放課後何をしてるか気にならない？それは、まあ。これで最後だから、ね。はあ、分かったよ。周りの目が肛門を出た。ほら行くよ白井ちゃん。うん。なんだろう、高そうな車。どこに行く？うちは逆方向だろ。寄り道せず帰るよ。いつも注意しているだろう。ごめんなさい。あのおじさん、一ノ瀬さんの知り合いかな。ごめん白井ちゃん、私行かなきゃ。うん、わかった。私から誘ったのにごめんね。それじゃあまた。うん、また明日。何だったんだろう。あれは少しまずいかも。うん、ちょっと良くないね。うわぁ！わぁ！びっくりした！驚かさないでよ！それはこっちのセリフだよ！っていうか、いつの間に。さあ、いつからでしょう。そういえば、あっちゃんとひなちゃん、今日ずっとゆずたちの後をつけてきてたよね。気づいてたんだ。丸わかりだったよ。あ、
まさか一ノ瀬さんの記憶をいじったりはしないよね。これ以上絡んでこないように。さあどうかな。一ノ瀬さん、今日は結局学校に来なかったな。あれ、ユズとライムは？ひなこ！サラサ、どうしたの？何って、今日は学園祭の打ち合わせをする日でしょ？え？聞いてないけど。ユズとライムには伝えておいたんだけど。はぁ、とりあえず了解。何人か誘ってみる。前世と参加型イベントとかは？クイズとかマスゲームとか。それはちょっと調整が大変じゃない？会場の確保も難しいし。じゃあ喫茶店なんかどうかな。飲食系は準備が大変だし、衛生面が不安かな。そっか。じゃあ今日は一旦ここまで。また後日話し合いましょう。解散。ひなこ、どうかした？ひなこ？え？な、何？どうしたの？さっきからぼーっとして。ちょっと気になることがあって。ねえ、聞いた？一ノ瀬さんのこと。なんか行方がわからないらしいよ。先生が慌ててた。怖ーい。もしかして、ひなこ？ごめん、サラサ、ちょっと用事ができた。また明日。ちょっと、ひなこ、ひなこ！まさか、ユズとライムが一ノ瀬さんに何かしたんじゃ。あれは、一ノ瀬さん！何か様子が変だ。追いかけよう。自信ないかな。Thank you.
ないけど、放っておけない。ここは、今度は恐怖の感情？けどなんかいつもと違うような。うん、あっちゃんの感情に引きずられてゾーンが混ざり合ってるみたいだね。ユズ、それにライムも、いつの間に。前に指輪同士で力がリンクしてるって話をしたでしょ。少し離れてても誰かが顧問に入れば他のみんなもリーブできるの。そうだったんだ。このゾーンはそれぞれの感情の境目みたいなものなの。今回のあっちゃんみたいに複雑な感情を抱いてたり、自分のことがわからなくなったりしてると発生することがあるの。どういうこと？一ノ瀬さんの感情が顧問をおかしくしてるって、あなたたちが一ノ瀬さんを連れ込んだんじゃないの？違うよ。ライムたちも彼女を探しててようやくたどり着いたの。どういうこと？説明は後。今はあっちゃんのフラグメントを探そう。わかった。どうちょっと考えてみよう。ちょっと考えてみよう。いい子にしてなきゃ。お父さんに心配かけちゃダメ。いつまでも夢を追いかけてちゃダメ。ちゃんとお父さんの前ではいい子にしてないと。これは昨日の。あ、ひょっとしてあの時の男の人って一ノ瀬さんのお父さん？ひなちゃん！まずは魔物を倒そう！わかった。これなら大丈夫そうだね。よし！どんどん行こう！ストーム大事！お願い！
はどうしよう。攻撃！やったね。やったね。あっちゃんのフラグメントまだ暴走したままだね。どういうこと？魔物にやられたのが原因じゃないの？多分魔物から受けたダメージが大きすぎて自分で修復できないんだと思う。じゃあ急いで固定化しないと。ううん、今のまま固定化すると暴走した状態のままになっちゃう。そんな、じゃあどうすれば。ひなちゃんが直接あっちゃんを癒してあげて。私が？フラグメントは思いのかけら。暴走を止めるにはその感情を抑えてあげればいい。魔物も倒したからしばらくは時間を稼げるはず。ひなちゃん、急いであっちゃんを助けてあげて。でもどうやって。大丈夫、今までと変わらない。あこちゃんの気持ちになって話をしてあげればいい。今までだってちゃんとできてたし、ひなちゃんなら大丈夫だよ。ユズ、ライム。さあ、戻りましょう。うん。私には夢がある。でも、お父さんの前ではちゃんとしなきゃ。けど、諦めたくない。そんなに辛いなら、きちんとお父さんに言えばいいじゃない。でも、そんなこと言ったらお父さんが。ずっと一緒にいる家族なんだから、本音で向き合わないと。ハコがどう思っているか、何を悩んでいるか、いい子のふりしたって、どこかで行き詰まるだけだよ。それに、まだお父さんと話もしてないんでしょ。話してみないと、本当のところはわかんないよ。私だっていろいろと誤解してた部分はあったし。そっか、そうだね。あ、フラグメント、無事に回復したから出てきたみたい。ひなちゃん、急いで固定化して。うん。指輪だ。あっちゃんがひなちゃんに心を開いてくれた証だね。また一人仲間が増えたね。あれ、私いつの間に学校に。白井ちゃん、それに四条さんたちも。その指輪は？それはあこちゃんの指輪だよ。え？いいからつけてみて。うお、あ、ちょっと。なんか記憶が流れ込んでくる。え？言ったでしょ、指輪はリフレクターと力を共有するって。それはつまりフラグメントの記憶も統合されるってことだよ。あくまでフラグメントの記憶だから一部分だけだけどね。共有されるって、まさか。ああ、白井ちゃん、やっぱり魔法少女だったんじゃん。やっぱり、このままじゃ記事にされちゃう。アコ、そのことなんだけど。大丈夫、記事にはしないよ。
本当？だって白井ちゃんには助けてもらったし、変友達だからね。秘密にしておくよ。ありがとう。けど魔法少女なんて本当にいるんだね。そんなファンタジーな存在がいるなら、私がジャーナリストになるくらい全然普通だし、お父さんも説得できそうだよね。ジャーナリストになるのが夢だったんだ。別に反対されるような職業でもないと思うけど。フリーの記者になって特ダネをバンバン取っていくの。紛争地帯とかにも飛び込んで社会の矛盾を暴いていくつもり。それは普通に反対されるよ。そういえばアコのお父さんって厳しそうな人だったよね。結構お堅い仕事してるの？別に仕事自体は固くないかな。あ、いろいろ上下関係とかは厳しいみたいだけど。この人だよ。これって昨日ニュースになってた大物歌手の。って、え？うん、私のお父さん歌手なんだ。Thank you.